こんにちは、コハクチャンネルのマークです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ありがとうございます。今日もハピバラをやっていこうと思います。よろしくお願いします。キワリ海に入ろうと思ったら話しかけちゃいました。なんでもないよ。ちょっとだけ一緒に泳ごうかなと思います。歌舞伎ちとビリーです。歌舞伎ちゃんのお洋服がめちゃおしゃれ。緑色の、なんだろうこれは。なんでもないよ。緑色のサーフジャケットっていうんでした。なんかそれがすごいおしゃれ。イケメン二人が海に先に上がっちゃいます。アップルちゃんラウンドをしてます。かわいいね。なんでもないよ。ありがとう。また遊びに行くね、みさこちゃん。かわいい。お掃除頑張ってますよ。おー、頑張ってね。植物のお茶レスケ。ああ、よかった。楽しんでくれてる。また遊びに行きます。よいちゃん。ああ、毎日すごく楽しい。いいね。ハロー。ああ、よかった。充実してるのが一番だよね。バッカス。あ、立った。お、なんだ。嬉しい。アトリエの床。おー、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。可愛かったんですよね、アトリエの床。ゲットです。これも歩いてないですね。朝は少ないのかな。椅子に座る。あ、ケンさんがいましたね。ケンさん話しかけていきます。あ、よかった。あ、頑張ってね。こんな感じですかね。今日も可愛いさ見ていきます。食べちゃう。可愛いスイカのよ。ヘルツ、久しぶりです。私の島にヘルツ住んでました。リゾートで再会。フォアグラ可愛いね、ちっちゃくて。可愛い。かわいい。アーサー。小さな島か。お祭り。お祭り。トラコスメ。ゴメス。ゴメス。名前間違えちゃった。ごめん。ゴメスでした。ゴメス。ワゴン。青。コビ。コビゲット。オレンジの壁紙。あ、オレンジのカーブゲット。この前も、あ、間違えちゃった。レシピ見、カメラ起動しちゃいましたね。この前もオレンジの家具をゲットしたから、結構揃ってきた気がします。まだまだ全然コンプまでは行ってないんですけど、地道にコツコツ頑張っていこうと思います。お仕事していこうと思います。
今日もよろしくね。今日もよろしくお願いします。仕事します。はい、今日もはい、よろしくお願いします。頑張ってきます。頑張ります。気合い入れて頑張ります。南国の海を感じる空間、オッケー。砂浜が多い方がいいのかなと思うので、ちょっと砂浜多いところにしようかなと思います。ここにしようかな。一階建てで、はい、頑張ります。よろしくお願いします。おお、テンション。よし、頑張ります。真ん中にお家持ってきちゃおうかな。いや、木が邪魔で真ん中に。ヤシの木というお家がいいかな。ヤシマタロ的なのがいいのかな。アーサーだと赤いオレンジ、この辺ちょっと中華っぽく。どうなんだろう、中華。あ、でもこれがいいか。ドアはこれで、あ、でもちょっとこいの方がいいのかな。シック。ベースってどういうのがいいのかなと、いつも悩んじゃうんですけど、これにしよう。猫の手。熊の手なのかな、わかんないです。サーフボードは外。これ色違いで置いとこうかな。家具はこんな感じですね。おしゃれ、おしゃれ男子。あ、これいいな。置いていこう。こんな感じで、ここでいいかなと思う。船いいな、船。ちょっと海の男だから船。へへ、こんな感じで。カラーは何色がいいかな。いや、オレンジに。ブルー、これブルーな。これで、なんか、いい感じ。遊ぶスペースも作った方がいいのかな。砂の城ここに浮き輪、浮き輪はこっちに。もう一つ浮き輪あった気がするんですよね。鳥の浮き輪、これかわいい。これ好き。こんな感じでいいかな。ちょっとなんかお酒飲んじゃったりとか。これからはこっちに流れてる感じにしようかな。もう一回、もう一つちょっとダブルしたいなと思って。こっち、あ、みんなでワイワイやってるイメージで。お魚置いちゃう。お魚、この辺お魚置いとこうかな。クラボックスはここじゃなくて、ここ。おつまみを出すの的な感じで。ここはここだけで、ちょっと陽気になっちゃう。ウクレレ。ウクレレ、この辺に
はお家の中に行こうかなと思います。開けそうなのは、お家の中でかなと。じゃあお家の中やっていこうと思います。祭りの音楽ですよね、今のよいよいって聞こえた感じがするんで、お祭り男なのかなと思う。あ、これはなんかもうカフェ的な感じの家具ですよね。あ、これ置きといな、灯台っていうことは壁紙は外がいいかなと思います。そしの砂、あ、これにしようかな。ちょっとおしゃれ、灯台置きたいから部屋を広くしたいと思います。こんな感じで、あ、もうちょっと大きく、灯台を黒に、これは真ん中でいいかな。私の中真ん中でくつろいちゃいましょう。灯台を先に置いちゃおうかな。ここは赤い灯台の方がいいのかなと思うので、ここに置きます。あとははあるんでいいかなと思います。バレのネット、こっちに置いてボールを置こうかな。ボールビーチバレー置いて、なんかあっちでビーチバレーやってる感じでバードモビール、なんかカタカナが結構苦手です動画が出てこないんですよね。こんな感じでいいかな。バッと回ってる感じで、お部屋の中のイメージも少しやっていこうかなと思います。南国風のお部屋っていうイメージで、ウクレレ結構好きなんですよね。床でいいかな、ウクレレは。他にも座るスペース作っちゃおうかな。白でいいかなと思って、この辺を座るスペースにしよう。ここでくつろぐ感じにしよう。飲み物、浮き輪大事私は泳げないで浮き輪がないとダメです。ボトルシップ、浮き輪こうかな。端っこがちょっと寂しいんで、この辺に浮き輪を置いて、ここにボトルシップを置こうと思います。となんかおしゃれな飲み物を置きたいなと思って、これでいいかな。フルーツウォーターサーバー、ここでちょっと、ね、好きに飲んでくださいという形で、ちょっともう一つ木箱を置いて、そこに食器を置こうかなと思います。食器を見つけたいんですけど、いつも迷子になります。探すのが結構苦手です。食器は上だったかな、下じゃないかな。見つからないんで、ちょっと上に行きます。上にあったかな、あるといいなと思うんですけど、
この後、あったあった、これです。食品、こんな感じでいいかな。とりあえずこれでいいかなと思っちゃうんですけど、ちょっと寂しいかな。貝殻、雰囲気だけちょっとおしゃれにしてなればいいなと思ってこんな感じ、ちょっとじゃないかな。あと音楽を忘れてました。どうしよう、貝殻のお湯これでいいかな。ちょっと台だけ、しか作れない、使えないですね。どうしよう、シンプルなのがいいから、これにしようかな。結構真ん中に置いとこうかな。2箇所つけとけばいいかな。とりあえずこんな感じで完成しました。気に入ってもらえると嬉しいです。完成しました。はい、撮らせていただきます。はい、今回はシンプルにちょっと作れた気がします。この辺で撮ったら OK ですね。じゃあちょっと一周してみます。こんな感じです。南国になってればいいなって思います。はい、今日もご視聴ありがとうございました。また琥珀チャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。琥珀でした。ありがとうございました。